はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はピース車屋なんですけれども、バイクが入荷しました。スクーターです。これホンダのスペーシー 100cc のスクーターですね。ピース、ホンダのライフドア NBOX 大好きでね、よく仕入れするんですけど、はい、スクーターもホンダで仕入れました。ホンダ最高でございますこいつね、 100cc のスクーターだから、なんだ、 50cc の免許では乗れないタイプになるんですね。でも車検とかはいらない。この 100cc とか250ぐらいまでが確か車検いらないんですよね。市町村で登録すれば税金だけ払って、あと自賠責それだけ入れれば乗れるバイクでございますね。あ、そうだ、それで自賠責も R10 年、令和10年の9月まで残ってる状態だったんで、自賠責10年の9月までももう付けさせてもらっての販売で、まあ現状販売ということで、今エンジンこれかかってるんですけども、バッテリーとかはダメなので、バッテリーとかは、交換をお勧めいたします。まあただ普通に走って走れますので、まあ現状販売、エンジン実動の現状販売として88,000円で、自賠責も10年の9月まで残ってるホンダスペーシー100でございます。はい、原付き、はい、一応自賠責のステッカーね残ってます。あとナンバーだけ市町村で登録すればすぐ乗れます。走行距離が1万と5000キロ乗ってますね。1万5000キロのスクーター、エンジン今かかってるんですけど、わかります、音、ほら、まあこんな感じ。バッテリーは非常に弱かったんで、まあ交換した方がいいかな。はい、こんな感じのスクーター入荷いたしました。88,000円で販売しております。車屋なんですけど、こういうね、まあこれはあの買い取りで入ってきたんです。バイク動画も買い取りとかご相談いただければ、まあ対応できる限りやらさせてもらっております。はい、それと本日ありがたいことにご制約いただいてた車もございました。ありがとうございます。こちらのパレットですね、これは本日のご制約、ピースをもう何回も利用してくださってた、常連様からのご制約でございます。いつも利用していただけること感謝でございます。このパレット人気どころですね。このハイトワゴン、このパレットもね、だいぶもう15年おじぐらいになってきてますので、だいぶ買いやすい値段までね、あの値段の方は落ちてます。非常にね、お手頃価格で乗れるハイトワゴンでございます。見た目もいいですしね、パレットおすすめです。エアコン弱いです。でもエアコンがね、このパレットに関してもピースでエバボレーターがやっぱガス漏れしてたんですよ。なものでエバボレーターを展示前に交換ね、新品に交換しながら仕上げてた車になります。ピースでね、こういう中古車の販売、まあ完璧とは言えませんけれども、まあなんだろうな、もう乗って乗れないような車売りたくはないんで、まあエアコン関係、足回り、ブレーキ関係とかね、一通り不備ないものしっかりと整備の方しながら販売の方やらさせてもらっております。ね、仮走行の車とかさ、10年おじオーバーの車をメインでこうやって触ってるんで、できる限り整備の方やりながらしっかりしたものを売れるように努力させてもらっておりました。でもね、今回もご制約ありがとうございます。それとですね、ライフとかあとホンダ系のがね、最近多数ご制約いただいておりました。ありがとうございます。この辺でもこの黒ライフも、ご制約いただきましたね。あとこっちの白いライフもご制約いただいてて、ゼストも、いや、このね、お手頃価格、これね、全部あの定価各社コーナーということで、販売させてもらってた車、20万円30万円で乗れる車たちを8月のお盆上げにね、ちょっと強めに仕上げの方やってたんですけども、ありがたいことにね、多数ご制約ありがとうございます。この辺のね、車たちもしっかりと全部ね、タイミングベルトの交換とかプラグの交換、あとブレーキはホンダ系の車全部そうなんですけども、ピースでの販売の仕方、フロントブレーキの、キャリパーオーバーホールね、全部やってから販売しております。あとなんだ、エンジンオイルとかね、まあ消耗パーツ一通りメンテナンス整備かけながら販売やらさせていただきます。いや、でもね、本当にこうやってたくさんご制約いただけること感謝でございます。ね、NBOX なども本当にピースでね、このホンダの中古車をこう強く仕入れの方やってはいるんですけども、
ホンダの車非常にね、取り扱いしやすいです。本当に変な壊れが出しないしね、絶対壊れないとは言えないんですけども、やっぱなんだろうな、作りがいいのかな、シンプルなのかな、シンプルだからかな、でもなんだろうね、なんかこういろんなメーカーやっぱ触ってる中でなんだかんだこの JC モデルのライフとかさ、まあ ZEST なんかもそうですけど、もう今となってはほんと15年おじとかにはなってますけども、とは言ってもしっかりしてる車たちたくさんございますね、本当に。まあ他のメーカーでもしっかりしてるのいっぱいあるけども、なんかね、私はこのホンダ系がなんかやっぱ得意だな、めっちゃ取り扱いしやすいです。ほんとめっちゃおすすめしてますまあこんなとこですね。とりあえずホンダ系の車はめちゃくちゃおすすめしております。ピースでは車の買うこと売ること得意でやらさせてもらっておりました。何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。